こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日もアナトール・フランスの神々は科学の解説音声を取っていきたいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集してます。よろしければご登録ください。ノートでフランス革命の解説音声販売します。よければご覧ください。リンクは説明欄に貼ってあります。あとチャンネル登録とグッドボタンとかよければご協力ください。前回からの続きでお話ししていきたいと思います。前回からの続き、前回どこまで話したか忘れちゃったんですけど、作品の背景ですね。一つは、バレンヌ逃亡事件というのがありまして、ルイ16世一家がパリアントワネットとかですね、この人たちがフランスから逃げようとするということがありました。議会ができてからですね。で、連れ戻されるということがあります。で、これは何がショックを与えたか、これブイエ将軍という人が手引きして逃げさせようとしたんですけど、このブイエ将軍というのが、神々や科学のジュリっていうエヴァリスト・ガムランの妹がいるんです。ジュリって途中で家に帰ってくんですけども、で、旦那が王党派のなんか男で捕まっちゃったんですね。その男を助けてくれって言って、ジュリがそのお母さんガムラン夫人に、このフォルチュネ・ド・サシャーヌっていうこの王党派の男と結婚してイギリスに亡命したんですけど、戻ってきたら捕まっちゃった旦那が、ジュリの旦那ですね。で、これはリュクサンブル、コンシェルジュリだかリュクサンブルだか、その、牢獄に入れられてんで、革命裁判所の陪審員の、兄貴に助けてもらおうと思って実家に帰ってきたんですね。で、このフォルチュネ・サシャーヌっていうのはブイエ将軍の部下だったんですね。で、ブイエ将軍っていうのはラファイエットっていうアメリカ独立戦争に賛成して有名な人がいますけども、この人の親戚ですね。で、フランス、ラ・マルセイエーズってフランスの国歌がありますが、第6番にね、ブイエ将軍どもの血を畑に吸わせろっていう歌詞があるんですけども、そのぐらい未だに許されてないっていうかね、国家の中に入れられてディスられてるっていう将軍がいるんですけど、その人の出引きでルイ16世が、逃げようとしたんだけど、バレンヌ国境沿いのとこで連れ戻されます。で、これは連れ戻されたことによって、国民と国王の、絆が断ち切られちゃったんですね、ということです。憲法を守ると、立憲君主制でやっていこうと、憲法を守りますよって国王が言ってたくせに逃げてっちゃったんですよ。今までは国王政府でね、絶対王政でしたから、国王と宮廷の人が政治権力、独裁ですよね、だったんですけども、今度議会が成立して憲法で国王を縛ると、これが立憲主義ってことですね。これ以外の立憲主義、日本国憲法だって、戦前に比べればね、天皇陛下、立憲君主制でしょうけども、天皇陛下縛ってるわけですね、第一条ね。国民の総意に基づくね、天皇、国民統合の象徴だって、憲法で王様縛ってるわけですよ。だけどその憲法が嫌だって言って、守るって口先で言いながら逃げてっちゃったわけですね。逃げてって連れ戻されたわけですよ、パリに。たら国王と国民の間に隙間風が入ったと。これまで親子みたいな愛情でつながれてたんですね。だけども、父が子を見捨てて外国に逃げようとしたと。憲法を守ると議会で誓ったのは逃亡までに時間を稼ぐペテンだったのかっていう、これフランス革命とナポレオンって世界の中高文庫の世界の歴史の10巻の186ページに書いてあります。で、結局フランスは国王がいなくても存在することができるってことがはっきりして、
まあ、立憲君主制から共和制に、触れていくということです。メモリが立憲君主制とこの共和制、こっからの話はまあ立憲君主制か共和制をめぐる問題なんですね。で、神々が科学の話も立憲君主制でいくか共和制でいくかの話で、まあ共和制でやったことのない日本人にとってはもう未知の領域でありまして、何の想像力も及ばない、何が架空のファンタジーみたいな話になってきますんで、まあ分かりづらいんですね。分かりづらいと思いますけども、ここでまあ国王がまあ国民に対して罪を犯したっていうふうに今度議会で糾弾されていくということになります。で、国王が逃げた日に、逃げて連れ戻された日に共和制が生まれたということです。もう王様と国民のつながりはないんですね。まあつながりというか拒否権だけあるんですね。議会で決まった法律に対する拒否権は持ってたんですけども、この拒否権ベトっていうのを持ってるのが、まあ国王のその立憲主義の中での国王の最後の権利だったんですけども、まあ今もそのベト拒否権ってありますよね。国連の常任理事国の拒否権ってありますよね。5カ国、アメリカ、中国、ロシア、イギリス、フランスね、まあ拒否権持ってるわけですね。全会一致で決めなきゃいけないんですけど、拒否権があると、ベトって言うんですね。でムッシュベトって呼ばれてたんですね、ルイ16世っていうのはね。でまあもうムッシュベトを倒せって言って、まあ、8月10日事件っていうのは起こるということです。で国王が逃亡すると、結局これは戦争に突入していくという話になってきまして、立憲君主派はこのまま立憲君主制を維持したいんですね。なぜかというと、まあ王様がいることで内外の反革命勢力の防壁になると、同時に国内への急進勢力への防波堤になると、王様が一応立憲君主制が維持されていれば、周りの王国は攻めていく必要ないわけですね。オーストリアとかプロイセンとかね、まあ、イギリスにおいても、まあ、立憲君主って一応君主がいるわけですから、共和制になれば、まあ、みんなで力づくで潰しに来るってことですね。政治体制が違うとこがいると困るし、まあ、その後ナポレオン戦争で共和制が外に輸出されていくということになっちゃうんで、革命の輸出が起こるんで、革命なんか輸出されたらたまんないって言って、まあ、君主制であれば一応他の周囲の、まあ、そのうち大仏大同盟っていうのを組むんですけども、周りの国々もまあ攻めては来ないんですけども、まあ、一つですね。で、立憲君主制であれば、国内の急進勢力、まあ、共和主義者たちを抑えることもできるということで、一応、立憲君主制でやっていこうって人たちがいるわけですね。その人たちが、まあ、フイアン派、まあ、オートーク派とかフィイアン派とか、まあ、ジロンド派までですね。で、ジャコバン派っていうか、そのモンターニュ派っていうのは、まあ、共和制支持です。ざっくり言うと。ということになります。で、当初は、一応、穏健共和制がジロンド派なのか。まあ、立憲君主制ぐらいでいいと思ったんですけど、まあ、国王が逃げちゃった以上は、どんどん共和制の方に、メモリが、議会のメモリがね、左にどんどん、左派が増えていくってことですね。まあ、右派が国王支持なら、左派は共和制支持ですね。共和制支持っていうか、まあ今で、日本の議会では右派って、はまあ、右派ってどこなんですかね。右派っていうか、極右まで行っちゃうとあれですから、なんだろう、日本の右派って何をしたい、まあ戦前に戻れって言ってる人はですね、大日本帝国憲法に戻れ、ポツダム宣言を破棄するぐらいの人たちですね。これはまあ、右派でしょうね。極右でしょうね。左側はまあ、なんだ、まあ、国会にはなくて、まあ、なんか審査欲みたいなのやつですね。なんか連合赤軍みたいな。ね。まあ、その手前ぐらいに、日本共産党がある。みたいな感じですけども、どんどん革命が進むにつれ、どんどん左側が強くなってくるわけですよ。ということになります。で、
この間に、まあ、パリの市民っていうのはどういう動きをしたかっていうと、ジャコバンクラブっていうのができるんですね。まあ、クラブ、政治クラブができまして、そこで共和制とか、急進勢力の実行部隊として、どん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 、教育されてる、と。で、国王の肖像を壊したり、看板や標識から国王っていう文字を消したり、国王関係の町名を変更したり、まあ、あと革命歴ですね。まあ、この後革命歴っていうのを、暦を変えるんですね。暦を変えたりして、行くということになります。だから、この、エバリスト・ガムランも、ジャコバンクラブで、ロベスピエールの演説を聞いてるシーンがありますけども、ああいうところで政治教育されて、自分の正義のために、まあ、なんか、どんどん次々と死刑判決に賛成する陪審にすくすく育っていくということです。これ193ページですね。神々が家具。今や賢者ロベスピエールの演説を聞いて、彼はより高く純粋な真理の数々を発見した。いい加減な偶発時の次元よりはずっと高く、感覚の微妙に陥ることない。絶対的に確実な領域へと斧が精神を引き上げてくれるところの革命的刑事上学を彼は納得することができた。っていうんですね。まあ、ロベスピエールに頭やられまして、で、どん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 、左傾化していくっていうか、まあ、共和主義者になっていくと。まあ、共和主義者っていうか、なんか、何になっていったんだ、共和主義者が。で、続きですね、これ、193ページ、神々が変わるの。事象はそれ自身では入り混じって混沌としており、諸々の事実は見境がつかないほど複雑を極めている。ロベスピエールはそれらの事実を単純化して、簡潔明快に善と悪とを示してみせた。フェデラリズム、連邦主義、国家の不可分性、統一と不可分にこそ救いがある。連邦主義には、合罰があるのみである。ジロンド派っていうのは連邦主義ですね。連邦制っていうと、まあ、合衆国、アメリカ合衆国みたいな感じですね。アメリカ合衆国、ソビエト連邦でもいいんですけども、まあ、地方自治を、まあ、認めながら緩やかに連帯していくみたいな連邦制ですけども、フェデラリズム。フランスは超中央集権を目指すってしたんですね。まあ、ジャン・ジャック・ルソーの社会契約論からすると中央集権になるわけですよ。国家と主権者の契約っていうことは、まあ、中央集権になる理論ですよね。で、国家の不可分性ですね。統一してなきゃいけないと。その、地方自治みたいなのを認めると、やっぱ国が弱くなるんで、で超中央集権にしとくってことですね。まあ、今の日本もそうですけどね。まあ、中央集権ですよ。東京一極集中。1400万人に人口がなろうとしてるらしいですけども、10人に1人は東京の人みたいな。ね。地方はどん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 人口減ってますけども。まあだから政治の仕組みも経済的な仕組みも全部中央集権型になってますよね。まあ同州制にしようって維新の会とか言ってますけども、まあ連邦制にしようみたいな感じですけど、まあなんか国がその、なんだろうな、まあ、日本の戦後体制だと国家総動員体制のもとにね、あの戦時中のできてるって話はちょっと最近してるんですけども、まあ、中央集権化ですよ。で、フランスも、革命を進めていくためには、中央集権のその、一にして不可分な共和国っていうのを、まあ、求めたということです。で、ロベスピエールはそういうことを言う、まあ、そういうことを言う人だって、イデオログだったって人ですよ。で、あと、キリスト教を廃して、まあ、最高存在の祭典って、最高存在っていうなんか、市民宗教、ルソーが言った社会契約論で書いてるらしいんですけども、私もそこまで読んでない、社会契約を解説してるんですけど、そこまで読んでないんですけども、まあ、市民宗教を作ったわけですね。ということです。だから、それが、今までのブルボン朝のルイ16世の父とこの親子の感情で、つながってる絶対王政から、一気にそのもう超観念的、刑事上学的、抽象的な国家に、一気に触れていくということが起こって、まあ、それが正しいと思ったエバリスト・ガムランってやつが、家族からも呆れられて、まあ、ガムラン夫人やブロトにろくでもねえ男だっていうことを思われて、
まあ、最後は自分もギロチン、多分ギロチンにかかって死ぬんでしょうけども、そこまだ最後まで読んでないんですけど、私も今ようやく280ページまでさっき頑張って読んだんですけど、そういう話になってます。ということです。で、議会を使って、どん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 、ロベスピエールが、まあ、その、共和制を実現していこうっていうことなんですけど、それまでの、それまでに、まあ、いろんな障害があったんですね。それはまあ、内乱とか、いろいろ暴動とかあって、一つはシャンドマルス事件っていうのがありまして、シャンドマルスっていう連盟祭っていうのが行われたんですけど、第2回連盟祭っていうのが行われて、まあ、連盟祭ってシャンドマルスってとこであって、そこなんかボコボコした丘陵地帯だったんだけど、鳴らして広場にしたんですね。その鳴らして広場にした時、小石だから拾いましたねっていうネタ振りがなんか最初の方に書いてありましたけども、まあ そういう細かい記述が何のことやら分かんないんですけど、歴史、まあこの中古文庫の世界の歴史読みは分かりますけども、でその広場、革命広場みたいなのあるわけですよ。お祭りに使われる。で、そこで虐殺事件が起こるんですね。応答派の人たちが、応答派っていうか、まあ、バイっていう市長とラファエットが、まあ、ダントン、マラー、ロベスピエールたち、ジャコバンクラブ、共和主義者、急進的な共和主義者に発砲するって事件がありまして、50人ぐらい死んだということです。まあ、で、シャンドマルスで、そのジャコバン派の人たちが、共和制にしろっていう請願書に、まあ、署名活動してたんですよ。そしたらそこに応答派が来て発砲したという事件が、これはシャンドマルス事件です。で、この間、みんな、あの、マラーもダントンも、まあ、逃げた、パリから逃げた、出てって、まあ、ロベスペールも差し戻し、デュプレにかくまわれたと。で、最後までこの職人の家に住んでたと。で、差し戻しが出てきますよね。確か、あの、エバリスト・ガムランの隣に差し戻しのタンス職人かなんかで暮らしてて、門番の奥さんと、不倫関係にあって、その門番の子供が何でしたっけ、まあ、よく手伝いに行くんですよ。そのガムランの家に。まあ、だから差し戻しが隣に住んでるっていうのは、ちょっと、このなんだ、エヴァリスト・ガムランではロベスピエールに憧れてて、ロベスピエールっぽい男として書かれてるんですね、これ。要するにね。ということです。で、立法、立憲国民議会っていうのは最初に作って、で、憲法ができたんで、1791年憲法。今度は立法議会っていうんですね。憲法に基づいて法律作ろうっていうことで、選挙するんですね。で、選挙して、今度はロベスピエールが当選すると。立憲議員。議会の議員になります。で、マラーは落選しちゃったんですね、これね。で、ダントンとかロベスピエールとかが当選すると。で、ジャコバンクラブとかサロンとか、たくさんの政治活動を行う拠点ができまして、まあ、その中で有名なのが、まあ、スタール夫人とロラン夫人のとコンドルセのサロン。スタール夫人っていうのは、ネッケルっていう財務総監の娘で、まあ、ナポレオンのライバルだった人で、まあ、あれですね、以前読書会でやったアドルフですね、アドルフの、まあまあ、モデルですよね、あの女の人の、確かね。この後、あの、なんだっけ、その、アドルフ書いた、バンジャマン・コンスタンっていう人と仲良くなんですけども。まあ、この人とか、ロラン夫人、これはジロンド派の、まあ、精神的支柱になる人ですね。内務大臣ロランの、奥さんですね。まあ、この人もギロチンで処刑されちゃいます。であと、コンドルセって人はいいんですね。この人は、哲学者で、岩波文庫にも入ってますね。革命議会における教育計画という本が出てますけども。まあ、私も持ってはいるけど、読んではないですけども。で、こういう人たちが、まあ、あとはジャコバンクラブとか、コルドリエクラブっていう、まあ、修道院を改装した政治クラブができて、その中で、あとコミューンとかセクションとか、まあセクションって48セクション、まああの東京23区みたいなもんですね。そういうセクションと、あとコミューンっていうその、なんか、なんだろう、区議会みたいなのがあるんですよ。で、そこで、まあ個別に
政治活動みんなするってことですね。まあこの神々や科学の中にもセクションとかコミューンっていう言葉が出てるんですけど、セクションってのは23区みたいなもんか。コミューンっていうのはそこの、まあ、なんだ公民館に集まってる人みたいな、自治会の人みたいな感じですかね。ちょっと詳しい定義は忘れちゃったんですけど、まあジャコバンクラブってのはそのセクションとかコミューンに自分たちの支援者を持ってるわけですよ。で、組織化してて一番、まあ、活動的だったってことですね。いうことになります。で、そういうところに出入りしてたわけですよ、この。この、だからガムランもそのセクションから選ばれて陪審員だったのか。コミューンにも入るし、ジャコバンクラブにもロベスピエールの演説を聞きに行くと。まあ、そういうことやってたってことですよ。で、まあ一番はそのジャコバンクラブってのは有名で、初めはまあたくさんのいろんな人が入ってたんですけど、だん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 この、分派しまして、フィアンクラブとジャコバンクラブに分かれてって、まあ後半になると、民主化活動をやってたわけですね。で、後半になるとそのロベスピエールが中心に、モンターニュ派っていうのを、作っていくとか、ジャコバンクラブが支援してモンターニュ派っていう議会におけるまあ党みたいなものができるってことですね。いうことになれば、それまではみんな一緒だったんですね。フィアン派っていうのはちょっと王党派、王党派って立憲君主派ですね。ジロンド派、穏健共和派、モンターニュ派はもっと過激な急進的共和派ですね。ということです。その中で、あとはコルドリエクラブっていうのがあって、まあ、ダントン、弁護士上がりのダントンという人が、人権友の会っていうのを作ってるんですね。この人は無神論者だったんだけど、カトリックの奥さんと結婚してんのか。ダントもマラーも立法議会の選挙に落選したんですけども、自分たちで組織化して、議会に人を送り込んでたということですね。で、立法議会に選出された745人の議会の議員の内訳は、フィアン派っていうのは、まあ、立憲君主派。264名、ジャコバンクラブ、コルドレイクラブに属する革新派が136名、残りの345名は中間派だったということですね。で、革新派もブリッソーって、これはブリッソーってジロンド派の領袖ですね、まあ、穏健共和派の人とロベスピエール急進共和派で分かれてたということです。それでその後、その戦争と内乱が起こってくると。で、ジロンド派のこのブリッソーっていう人は、戦争野郎派ですね。穏健共和派のブリッソーが、戦争をやれば、国王の人気がさらに落ちるから、戦争をやろうって言ったんですね。だけど、急進共和派のロベスピエールは、戦争を反対したんですね。ということがあります。なんですけども、そのうち、ベルギー領に3万5000のオーストリア軍がやってくると、いうことになって、まあ、それらが、そのラファイエットとか、王党派の人たちと結びついて、ジャコバンクラブを解散しようとしたんですね。で、ジャコバンクラブは自分たちを守るために、立法議会を解散して、コンバンション、国民公会っていうのを作って、その、王党派、まあ、立憲君主派、まあ、王党派が、王党派を排除するために、8月10日の革命っていうのを起こすと。これは以前、音声で詳しく撮ってんで、そっちを聞いてもらえば。で、チュルリー宮殿に行って、ルイ16世を逮捕して、で、まあ、これで、ブルボン朝が一度ここで終わると。後でまあ王政復興するんですけども、ブルボン朝が終わりまして、で、ルイ16世は国民公会で裁判にあって、
処刑されるということになります。まあこの話をしてもどうなんだ、わかる話なのか。で、国民公害が召集されて、まあなんだ、ここから今度はジロンド派とモンターニュ派の戦いが起こっていくと。で、対外戦争と、まあ、国内においては反乱が起こるんで、それをどうするかって問題で、まあ揉めるんですけど、その間に、9月虐殺って呼ぶんですね。たくさんの反革命分子をどん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 虐殺するっていう事件が起こると。で、とりわけそのダントン、ロベスピエール、マラーが関わって反革命派の人たちを1972年9月に大量に殺すんですね。これは9月虐殺っていうのが起こると。で、それによってまあ共和制が宣言されて、法制を廃止して一にして不可分の、共和制、まあその時バルミーっていうところでプロシア軍を倒すんですね。まあそれを見てたゲーテがこの日より世界史の新しい時代が始まるって言ったということで、で、いよいよ共和制になるということですね。で、その後、ジロンド派とモンターニュ派の国民公害における激突が起こりまして、という話です。それは次回お話ししていきたいと思います。まあなんか、ただ、本読みながら、拾い読みしながら説明したわけでな。何のことやらわかんない。本文に沿って説明できればいいんですけど、ちょっと私も今全部読めてないんで。まあ、この話はもうジロンド派、穏健共和派も排除された後の話ですね。で、まあ、ロベスピエールの公安委員会による独裁が行われている中での話なんで、まあちょっとその前振りの部分を今日説明したって感じですかね。まあちょっと私もまあ以前詳しくは説明してるんですけど、まああんまり復習もせずに日本中古文庫の世界の歴史をパラパラ見ながら、ただ拾い読みして説明したんで、ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、まあおかげさまでね、結構まあご購入いただいて聞いておられる方もいると思うんで、なんとなく分かってくれると思います。まあ質問があれば、メールいただければ説明しますんで、まああとまあ感想文にここが分かんなかったっていうことを書いていただければ、どんどん説明していきます。ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。